はい、こんにちは。今日もったってちょっとしばらく乗ってなかったんですけど、天気もいいしね、気持ちがいいので、テネ700でちょっと走りたいと思います。それではよろしくお願いします。久しぶりなんで、さっき、信号からスタートしようと思ったらエンストショットしましたねやっぱあれやね、前から言うように僕なんか1日1回はちょっと軽い短い距離でもええけど伸びよらんと、長いことエンストとかねしてなかったんですけど、今調子に機嫌ように行きよったらエンストしましたね恥ずかしい。はい、勝浦川ですね。この道もね、向こうからはよく来るんですけど、まあ面白がってというか、こっち側からこうやって行くん、あんまりないね。まあ特にこう行く必要がない県やけど、やっぱりこう同じ道をちょっと違う角度から走るのが楽しいね。これ綺麗な、あ、さっきのとこ入ればよかったな。バイクの外気温計9度やね。まあどんなんかな、8度か7度なんだろうか。でいつものことですが、その向こうね、左側の上が、大原高原ですが、白いのが見えますね。まああそこだいぶ雪積もっとんだろうね。めちゃくちゃあそこ行ったら寒いと思いますよ。以前冬今頃かな、あそこへ行って途中で雪いっぱいで引っ返してきたことを覚えてますね。まあ道がいっぱいで途中で行けんでね、そんなんバカやったな。やっぱあんな危ないかな、こんなとこ行ったら。でまたまた新富のトンネルです。もうこういうのちょっとでもね上上がるとこはやっぱりねこう取ったら嫌なんで行きません。やっぱり今日っていうか久しぶりに運転したらやっぱぎこちないなと。まあそれはそれやけど、この前の山の雪すごい。前もこうだったかもわからんけど、このまんまへごっつい、今パッと見えたんやけど、ものすごいこう雪がすごかった。びっくりしたいな、このおばちゃんかなんかわからんけど、後ろ全然見んとこれ出たな。いっくらこいった。今日はちょっとね向こうへも行くんやけど、ここのなんか野菜というか山菜みたいな、なんか春のないかなと思ってね、まあ、今の時期はないか。道の駅の神山に来ています。
で今日ちょっとね面白いものを買ったんですけど、これバンペイユっていう、まあ、なんか柑橘系のもんなんですけど、これがね砂糖漬皮を砂糖漬けにしたりですね、まあ、中身も美味しいらしいんで、ちょっとこれ帰って、以前これをね、買おうかなどうしようかなとこう迷って結局買わなかったんですよね。それで、今日はねちょっとこれ買ったんで、今日のお土産がこれです。楽しみですね、一体どんな風にどんな風な味がするのか。はい、そんなところです。カフェラテでも飲みますか。女の人でかっこいいバイクで一人で乗ってきてましたね。渋いなあいうのは。さてまあのんびりしましたね。それでは帰りますか。気持ちよかった。でまあコーヒー美味しかったな、いい感じでしたね。それともう一つ楽しかったのがバンペイユという、ちょっとあれ法廷みたいけどやって言いながら結局買えなかったやつを一個やけど買うことができました。でその袋にね、料理の仕方っていうか皮をどんな風にするかっていうのも書いてくれてあったので、ちゃんと丁寧になんか写真付きでね、だからまあちょっとその通りやってみようかなと思いますね。その向こうでね、おっさんの豆腐というのが売ってると思うのでちょっと買ってきます。これがですね、サナゴオチのおっさん豆腐というやつですね。これめちゃめちゃ美味しいですよ。今日は2つ買って帰ります。最近このこっちに来ることが多いので、もうこれだったらもうねこのおっさん豆腐をここで帰ろうやいう感じで毎回ねちょっとおっさん豆腐付いてますけどね。今はおっさんの村のおっさんの豆腐も買えましたし、今日はね絶好調やね。ということでもうこのまま安全にね帰りたいと思います。もしねまだ登録されてない方おられましたら、登録ぜひよろしくお願いします。テネレ700と、クロスカブでねいろんなところに行きたいと思います。まあ、今のところね、私も運転バイクの運転下手くそなんで、林道とかいろんなとこ行くのはやっぱクロスカーブがほとんどになって、これでなかなかね丁寧に700でなかなかねこう山の中へ突っ込んでいくやろう、そういうちょっと勇気はないんですけど、まあ楽しく行けたらいいなと思っています。それではさよなら、またよろしくお願いします。